ライデンリーダー。ライデンリーダーは、日本の競争馬、公営、笠松競馬に所属し、地方競馬と、中央競馬の本格的な交流が始まった1995年に、史上初めて地方在籍のまま中央の、品馬クラシックに出走、大賀賞の前哨戦、放置杯四歳品馬特別、現、フィリーズレビューを制した。1992年、 北海道新ップ町の光牧場に生まれる。幼間の頃は貧弱で、後に管理調教師となる荒川智もは、自身が手掛けた若尾来伝の子じゃなければ、買わなかっただろうと回している。その後飲食店を経営する水野俊一の所有場となり、競争年齢の3歳を控えた1993年12月に、岐阜県笠松競馬場の荒川急車に入った。 以後もしばらくは目立つところがなかったが、荒川の長女が本、馬置に、入り、馬主に代わって、ライデンリーダーと命名。また後に、トレードマークとなる RL の文字が入った赤い面子、覆面のデザインも長女が考案した。1994年春にはデビュー前の必修審査である能力試験競争を迎え、荒川旧社に所属するジータケ氏が帰乗して臨んだ。 この競争で、スタートの出遅れから2着に入り、意外に走るという印象を抱いた荒川は、もう一人の旧社所属機種で年長者の井上、高彦を乗せてのデビューを考えた。しかし井上に、別の騎乗場があったため、たまたま手が空いていた、笠松のトップ機種、安藤勝美が、安城に配された。同年6月、笠松の新馬戦でデビュー。 当日は9頭立て3番人気の評価であったが、素直なスタートから先行し、2着に2馬進半の差をつけて、初戦勝利を挙げた。以後安城は安藤で定着。2戦目も不良馬場を国せず勝利し、以来連戦連勝を重ねた。6戦目の中京坂月では、2着に大差をつけて、重賞を初制覇。この頃、荒川は、漠然と、中央へ行くなと感じ始め、 翌年春に行われる中央競馬のクラシック競争、大賀賞と優秀品馬への登録を申し込んだ。続くサラプリンセス特別、現、ラブ・ミーちゃん記念、ゴールド・ウィング賞、ジュニア・グランプリといずれも、重賞を圧勝し、9戦無敗という成績で3歳シーズンを終える。4歳になりこば、B2 クラスに編入されると、 初戦に出走したウグイス特別で初対戦のコバを相手に7馬審査をつけて圧勝。無敗の10連勝を果たした。1995年は交流元年と呼ばれ、中央競馬の GI 競争が地方所属馬にも解放され、従来、中央に移籍しなければ不可能だった GI への出走が指定された中央の競争で指定着順以内に入った合わせに限り、 地方所属のまま可能となった。これを受けて荒川は、ライデンリーダーを大花賞へのトライアル競争、放置杯4歳品馬特別へ登録した。しかしこの時点で荒川は、ライデンリーダーがあまり強い馬だとは感じておらず、たまたまレースがあった。使ってみようかという程度の意欲であった。また安藤もその能力と見通しについては、過去に自分が起乗した3頭の決出馬、オグリキャップ。 ヘイトの王山、マックスフリートには及ばない馬だが、同じような印象を抱いていたオグリローマンが、中央移籍後に、大花賞を勝ったので、まずは、大花賞へのチャンスが取れればという程度の見解であった。3月19日、4歳品馬特別、京都競馬場に出走。初めての芝コースでの出走であり、芝には馬を細く作るという荒川の考えから、当日は、 前走から 14kg 減と大幅な絞り込みが行われていい。単勝オッズは3.5倍の2番人気。3着以内が大花賞出走権を得る条件だった。スタートが切られると道中で追走に手間取る素振りを見せ、安藤は常に手綱を押し続けた。最終コーナーでも進出する束から遅れを取り、直線入り口では馬群の中に止まっていた。 しかし直線なカバから大外に持ち出して抜け出すと、先頭を行く英雄ギャルを一気にかわし、三馬新半の差をつけて勝利。デビュー以来無敗の十一連勝目を飾った。この時関西テレビで実況アナウンスを務めた杉本清は、抜けた、ライデン、これは強い、恐れ入った。なんとなんとライデンリーダー一着、なんとまあ強い、いやー、これはすごい。 ところどころで絶句しながら、その勝利を伝えた。杉本は後に、実女の中で絶句したのは何か言ってやろうと思ったのですが、いい言葉が浮かんでこなかったからです。とにかく何にも言えずに、強さ、凄さに唖然として見ていたというところですと、十回している。地方所属馬として、初の4歳クラシック出走となった、大歌賞では、 単勝オッズ1.7倍という圧倒的な一番人気に押された。しかし前走と同じく道中でついていけず、終始和軍に包まれるという展開もあり、後方から追い込むもワンダーパフヒュームの四着に敗れた。しかしこの四着で、優秀ン,ンは、オークスへの出走権を獲得。迎えた、同競争でも再び一番人気に押された。レースでは前走から打って、 代わりバ番手で先行したが、1000メートル通過59秒0という早めのペースとなり、最後の直線で失速、ダンスパートナーの13着と大敗した。夏を休養にあて、秋は、恒例、名古屋競馬場での東海チャンピオンシップを圧勝。その後、ン馬3冠の最終戦、エリザベス女王杯への出走権確保のため、ローズステークスに出走。 後方からの追い込みで3着に入り出走権を得た。しかし11月12日のエリザベス女王杯は6番人気と音評価を落とし、結果も13着と大敗。安藤は人気先行で、実力は所詮この程度だよと厳しいコメントを残した。これで、地方所属馬として初めて、また2009年現在唯一、中央競馬の品馬3冠すべてに出走した。同年は、 中央競馬での活躍を評価され、乗るグランプリ年度代表馬に選ばれた。1996年は、中央ダートの平安ステークスに出走。地方競馬では、ダートコースが主流であるため、一番人気に押されたが発着に、敗退。以後は、地元笠松でも振るわず、特別戦を一勝したのみに終わり、1997年に、競争生活から退いた。 同年その功績を称え、笠松に、重賞競争、ライデンリーダー記念が創設された。引退後は父、若尾雷電を生産した、吉田牧場で、繁殖品馬となった。2003年には2番目の子である、弁天光、父はオーニングが、雷電リーダー記念に出走し話題となったが、7着に、敗れている。2008年に繁殖品馬を引退し、以後も、 吉田牧場で功労馬としてつなぎをされていたが、2014年4月2日、午前6月15分に病気のため死亡した。後継繁殖品馬として、弁天光が雷電リーダーの血をつないでいたが、弁天光の子からは繁殖に上がった馬は出ず、雷電リーダーの血統は絶えた。来年リーダーの主戦騎手を務めた安藤勝美は、当時笠松では、 カラスが鳴かない日はあっても、アンカツが勝たない日はないと言われた、絶対的な機種であった。しかしライデンリーダー騎乗以前の安藤は、勝つことに飽きて向上心を完全に失い、三十代半ばに、あって、すでに長教師への転身を考え始めていた。しかしライデンリーダーと中央でレースを重ねる中で、安藤は中央の機種の厳しいマークに発奮し、以後、 新人騎士時代に戻ったように騎乗の研究を重ね、馬に乗ることがこんなに楽しいものだったのかと再確認したという。1999年に行われたインタビューの中では、ライデンリーダーという馬と巡り合い、中央の GI に乗ることができて、馬乗りとしてもう一度頑張ってみようかって気になりましたと語り、2003年には地方競馬出身者として初めて中央競馬の騎士免許を取得。 以後 JRA 賞最高勝率騎手を複数回獲得するなど、中央競馬においてもトップ騎手の一名となった。このインタビューを行ったライターの広見じかは、5年、いや、あと3年解放、が遅れてやってきたとしたら、2000年の安藤勝美は、無知を置いて、笠松の調教師として、スタートを切っていたかもしれないとしている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。